皆さんこんばんは、サラです。今日は私の好きなナルトについて語っていこうかなと思います。ナルトは簡単に説明すると、ナルトっていう少年が、なんかすごい、小さい頃はすごい落ちこぼれって言われたりとか、なかなか忍術ができなかったりだとかして、そういうそのナルトっていう少年が、ホカゲっていう里で一番の忍者を目指しながら、友情、家族愛だったりとか、恋愛だったりとかがあるが含まれた漫画になっていると思います。なんかナルトはなんか小さい頃に本当に、からなんか忍術ができなくて、なんか他の人と比べたりられたりだとか、けどそれでもなんか絶対に魔法陰になるっていう強い気持ちを持って夢をこう叶えるんですけど、最終的になんか絶対自分は成し遂げるみたいな感じの強い気持ちがあるところが好きです。好きなキャラクターはナラシカマルです。めんどくさがり屋なのにめちゃくちゃ頭が切れて賢いっていう、なんかそのギャップが最初の巻から読んでて面白いなと思って好きです。鹿丸の師匠アスマ先生っていう先生がいるんですけど、そのアスマ先生が敵に殺されちゃって、その敵その先生の敵討ちをする してその敵を倒すっていうシーンが鹿丸の戦うシーンの中で一番、けど本当になんかその先の先を読んで戦ってるみたいな、それで自分の術を生かしてるっていうイメージ、天才って感じ。ナルトのなんか出生っていうシーンがあって、シーンっていうか場面があって、そこでキュービっていう、なんかすごい狐みたいな、強いがいて、ナルトはその親の存在を知らなかったけど、そのキュービがこうナルトを殺しに来ようとした時に、その2人がこのキュービからこのナルトを守ったっていう、悲しいんですけどすごい感動的な場面シーンがあって、私はもうなんかすごいそこが印象に残ってます。ナルトとネイジっていう強いエプガンを使う忍者がいて、才能対努力の対決みたいな、誰も多分ネジにナルトがネジに勝てると思ってなかったなくて、本当にナルトもやられかけてたんだけど、圧倒的じゃないけど努力作勝って、ナルトがこうなんか落ちこぼれって言われて、何もなんかすごい全然誰もネジに勝てないと思われてたナルトがネジに勝ったシーンですけどね。なんかそれもレスリングでもさ、なんか絶対勝てないよって言われた選手が勝ったらかっこいいじゃん。そこが好きなのね。ナルトのまっすぐ自分の言葉を曲げねえ、それが俺の忍道だってめっちゃ言うんですけど、確かに、その言葉が、そのセリフが好きで、なんかその通りに本当にナルトちっちゃい頃からなんか大人になるまでずっと、その言葉にぶれずに生きてってるというか、ちゃんと言ったことを曲げずに自分の筋を通してるというとこが好きです。サスケがとりあえずなんか里を抜けちゃうけど、ナルトは難しい状況でもサスケはもう絶対戻らないって言ってる状況でも、サスケを絶対最終的に絶対助けるっていう友情、素敵だなと思いました。なんか努力したら絶対強くなれるとかそういうわけじゃないけど、努力したら報われるんだみたいな気持ちにもなれるような漫画だと思います。なんか昔の自分と被るんだ、すごい弱かったの、弱くて落ちこぼれってなると言われてて、で自分もそれなりにっていうか努力はしたし、なると思う努力はしてたし、歴史的にはナルトはホカゲになったし、私の人が変わったし、なんかかぶるなって思ったから読みました、ちょくちょくちょっとね、ナルトを読んでたの小学生ぐらい、中学生じゃない、多分小学生ぐらいから多分読み始めて、で今ねだいぶ経って、全部もう完結しちゃってて、また近々しっかり読み直して見ようかなと思います。今日も見てくださってありがとうございました。バイバイ。